皆さんこんばんは、やすさんです。今回はこちら、シンフォートスカルプシャンプーのご紹介をさせていただこうと思います。今回はですね、シャンプーのご紹介ということで、私やすさんもいよいよ40歳を過ぎまして、まあ、髪の毛にですね、まあ、腰もなくなってきたなと思っておりまして、今回は頭皮に悩みを抱える方に最適なシャンプーじゃないかと思いまして、になりました。こちらシンフォートスパークリングスカルプシャンプーでございますが、大きな特徴として4点ございます。毛穴の汚れをごっそり除去、皮脂を除去し分泌を抑える、血流を促進し保湿をする、そして最後4点目は張りとコシのある強い髪にということでございます。それでは早速開封して使ってまいりたいと思います。ね、使ってみたいと思います。まずこれ蓋取りました。でちょっと振って出してみますね。こういう感じ、本当にヘアムースにね使うような感じですね。シャンプーの使い方ですが、普通のシャンプーと同じようにまず髪の毛を濡らします。今髪の毛濡らしました。はい、じゃあ先ほどの泡をこうします。はい、オッケー、そうそう、行くで。はい、今シャンプー終わりました。すごいね、髪型してますけどね、確かにね気持ちいいですね。ですごいね、清涼感のある匂いというのかね、そういう感じがします。まあ使いやすいシャンプーだと思いますので、しばらく使ってみたいと思います。はい、皆様いかがでしたでしょうか。私ですね、先ほど髪の毛洗ってきたんですが、見てください、結構ね髪の毛をツヤツヤしててね、いい感じです。まだね1回しか使ってないのでまだ何とも言えないですが、まあ初めて使った感覚的にはねすごく良かったです。まあ、これから続き使用させていただきまして、どうなるのかまたお伝えできればいいなと思います。まあ、詳しくはですね、商品につきましてはこの下の概要欄に貼っておきますので、もし気になられた方おられましたら、そちらからいただけましたらと思います。シンフォートスパークリングスカルプシャンプーのご案内でございました。ありがとうございました。やすさんでした。